海岸山脈は台湾の山脈。台湾東東部を南北に縦貫する山脈で、台湾の五大山脈の一つ。北は河連県から南は台東県まで、その長さはおよそ 150km に及び、東西の幅は約 10km となっている。一般的に海岸山脈を横断する、収集止め、乱敬を境として南北二つに分けられる。 海岸山脈北部は、カレン系の河口にある、カレン山を北端とし、が、田山、月尾山、六海日山、八里湾山、大木山を経て収集止め、乱系に到達する。このうち八里湾山が北部の最高峰となるが、その高さは標高900メートルにも満たない。小道台11高線高豊か航路の、他米山水玉木産業道路や、 方向へ鶴瓶色などの古道が山脈を横切っている。水保護置日よりも南が南部になる。南部を構成する主な山は、北から里木松山、三軒矢山、北花、東山、西広市沖山、新高山、トラン山などがあり、南端で避難形に達する。この間、東側と富里を結ぶ東不幸路、第30線玉町高路。 貫通古志霊炉などの古道が山脈を横断している。山々の標高は1000メートル前後で、おおよそ北から南に行くにつれて、高くなっている。最高峰は、標高1680メートルの新高山。海岸山脈は、フィリピン群島が流れ着いてできた陸地であり、地質は、緑島や乱遊と、同じく安山岩による火山岩が集まって構成されている。 海岸山脈が属するフィリピン海プレートと花、東立谷から西の地域が属するユーラシアプレートとは互いに衝突していることから、花東地区は台湾で最も地震が頻発する地区となっている。ありがとうございます。